クシェルターはです、ね、あの実は、えーとね、普通の、ね、建築屋さん頼んでもダメなんですよ、あの下の写真である通りですり、ね、めちゃくちゃ分厚いコンクリートの扉もつけなきゃいけないので,です、ね、金がかかります、1号なんですけども、1って書いてる、ですね。この間抜けさがめちゃくちゃ好きなんですよ、<laughs> ドラえもんよりお化けの九太郎の弟と妹のこの王次郎とピーコの可愛さはなんだと思うんですけどもです。 これあの、よくこの線が書けたなって思うんですけども。<laughs> 岡田敏夫ゼミではですねあの、昔から1ヶ月か2ヶ月に1回ぐらいのペースで、あの、みんなからもらった質問に答えるっていうことをやってるんですけどね。あの、今はサイコパスの人生相談ってことで月1のレギュラーにしてるんですけども、人生相談っていう形を取ってるからか、まあまあ、そういうあの相談系のお通り多いんですけど、昔はですね、その、 大喜りだったんですよね。もうほとんど、これについてどうですかどうですかどうですかというふうに聞かれて、それのテーマのトークをするっていうですね。もうほとんど大喜り状態だったんですけどもですね。あのー、まあ、だからそれまで全く考えたことがなかったり、知らないジャンルについて話すこともこう多かったんですね。今日はそんなバラエティ豊かなですね、質問会というかですね、まあ、ほとんど大喜り会みたいなもんですけども、えー、こんばんは、岡田としおゼミです。 えー、ということで今日はですね、みんなからの質問に片っ端から答えていくという回ですね。えー、各シェルターの話からですね、可愛くてあの面白いアイテムの紹介までですね。なんであの電子書籍っていうのはですね、値段は高いままなのかと。あれ、紙の本だったら紙の印刷費とかかかるから、例えば1500円、2000円するの分かるんだけど、なんでそれ電子書籍になったら半額にならないのっていうですねあ、そういう根本的な質問からですね、あのじゃあ日本全体の本屋があの、 どういう営業状態にあるのかっていうですね。まあまあそういうのを考えてみたりですね。オタクの分類法っていうのをあえてやってみたら。 どういうふうになるのかっていうですね。まあ、あの、オタクロの話をしたりとかですね。話題は割とあの、盛りだくさんだと思います。え、こういったあの、質問とかお便りは今でも募集してるのでですね。もしあの、なんか聞きたいこと、言いたいことがあったりですね。もしくはこういうテーマで話してくれっていうですね。お題をですね。<laughs> 出してくれるんであればですね。動画投稿欄のですね。え、動画説明欄だ。あの、お便り投稿フォームからですね、送ってきてください。 あの、なんだろうな、切り出しとかであの苦労してるあの,あの、切り出し動画とかでですね、ちょっと再生上がんないという人はですね、岡田と一緒にこのテーマを話させてですね、ちょっと炎上を狙ってやるというのでも、全然あの大丈夫ですからですね、どん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 、えー、投フォームから送ってください。えー、今日の動画はですね、2018年6月18、17日に配信した、えー、ゼミの第235回をですね、アップグレードして再配信しています。えー、それではここから無料動画、お楽しみください。 先週ねあのまたあのいつものですねあのブラックマヨネーズさんの番組に出てた時にですね、えー、学生のあだ名の話になったんですよ。あのどこだったかなどっか,あどっかのどっかの県の小学校でですねあだ名が禁止になったというの聞いたことありますか 全、えー、学校の生徒に対して、禁止と。で以後は、まあ、ちゃんと名字か名前で何度か君何度かさんと呼びなさいっていうふうに学校の校則で決まったっていうのを受けてで、えー、なんでそんなことまで規制せなあかんねんって話になっていや多分それはこういう理由があるんじゃないですかってみたいな感じでクロストークになったんですけどもですねなんかこうそういうふうな話がずっとなってるうちにですね何、あのー、だろうな、えー、あだ名な 割と悪いいのけけられる人が多いんですけどもです、ね。僕は実は小学校も中学校もですねあだ名なかったんですよ、ね。であだ名誰にもつけてもらえなくて延々ですねもうとりあえず岡田くんとかしか言ってもらえなかった親しいやつもそうなんです親しいやつは、まあ、岡田なんですけども親しくない人からもずっと岡田くんだったんですよ。で なんかね、そのあだ名って悪いイメージがあるんだけどもまあその場で芸人さんも含めてみんな言ってたのが小学校中学校の時はこんなあだ名つけられたと思って言われてへっこん引っ込んでた人もなんか落ち込んでた人もみんなで、ね、3040になって久しぶりに会った時に。 そのあだ名で呼ばれたことを思い出して一気に若い頃の思い出にうわーっとなるっていうのがあったんですよ。で、僕はあの、小学校とか中学校で同窓会なかなかなくてですね、50になった時に初めて同窓会に行ってですね、同窓会行ったらですね、みんなに、あ、岡田くんや、岡田くんやって言われて、<laughs> いや、あだ名ないのきついわ <laughs> と思ってですね <laughs>、で話をしてたらですね、そのブラマの吉田さんが、いや、 俺もないんですわ、と <laughs> お。俺らに共通する点って何でしょうねって言うんですけどもお互いに分かってですねクラスのやつらから何か煙たがられるですねなんかあいつと絡んだらややこしいなっていう感じの人はあだ名が,がつけられないとだからそのあ明らかに何でしょうね多分つけられるつける方っていうのは何かその名前以外で 悪意みたいなものがあってその悪意ですらやっぱ親近感なんですよ。でも僕とか吉田さんは悪意という名の親近感すら持ってもらえないので,ですね。いやーとか思ってお互いにいやなんかそういう人なんでしょう。まあ理屈っぽいというのもあるんでしょうね。だからまあなんかあのー、ちょっとねそれで久しぶりにへこんだりしてました。<laughs> <laughs> そうですね。好き嫌いの反対は無関心ですからねその意味ではやっぱ面倒くさいやつと思われてたんだろうなと思いますけれどもですね。えー、ということでちょっとあだ名がない問題を少し愚痴ってみました、えー、平野幸太先生が自宅移転を機に格シェルターを作りたがってるそうです <laughs> と核、えー、シェルターを作りたがってと自宅いや平野幸太先生ってあのドリフターズとか書いてるですねあの 絵はめちゃくちゃうまいのに、メカニックを描くのがものすごく下手な漫画家さんの人ですね。<laughs> あの、ドリフターズにゼロ戦が出てきた時に、我が目を疑いました。<laughs> 絵がうまい人の、 絵がうまいのにあんなに絵がうまいのにゼロ戦がこんなに下手な人と思ったらですねまあなんか見事にですね航空母艦から何から全て下手なのでああこの人はなんか本当にメカでなくて肉体派なんだなというふうに思ったんですけどまあ平野浩太先生ですねええー、今の部分もですね本人が見てないことを祈ります <laughs> きっと誰かが告げ口でツイッターするんだでも本人もゼロ戦下手なの分かってると思うからえ核、ー、シェルターを作りたがってる そうです。業者にお願いしたら鼻で笑われて困っているとツイッターでぼやいていました、はい、平子田先生ですね業者に鼻で笑われて困っているそうです実際,、えー、実際に自宅に核シェルターがある家に住んでいた岡田さんからアドバイスをお願いしますえっ、ー、とですね核シェルターはですねあの実は、えー、とね普通の、ね、建築屋さん頼んでもダメなんですよ これです織部聖輝製作所っていう神戸市の垂にある会社のです、ね、ホームページから持ってきた画像なんですけどもあの、まあ、ここに織部って書いてるんですね黒板のところに織部聖輝って書いてるんですけどもここがですね割と専門にやってますで日本国中大体どこでもやってるんですけど見てわかる通り鉄筋工事なんですよね。あの家の工事やる時に、鉄筋で え、地下を掘らなきゃいけないと。で、それも4メートルまで掘らなきゃいけないんですよ。で、地下4メートルまでですね、えー、掘って、 で、そこにですねあの、スイス製のですね、一、えー、つ180万円する換気装置をつけないとまともにならないそうなんですけども <laughs>、えー、2500万ぐらいかかるそうです。で、えー、核シェルターの基準っていうのはですね、広島級の核爆発が6 6 0ルの距離まあ6 6 0トルというのは多分そののでしょうね、あの220フィートなんでしょうかね、えー、の距離で起きても損傷を受けないことということになってます。まあ、つまりそのの距離っていうのはあの なんだろうな、えー、熱球の広がる限界線だと思いますけどもですね、まあ、起きても損傷を受けないことだそうでして、で地下にですね、ものすごい分厚い、ここにあの下の写真である通りですね、めちゃくちゃ分厚いコンクリートの扉もつけなきゃいけないんでですね、 えー、金がかかります。2500万かかりますけどもですね。えー、まああの、ドリフターズでですね、まあ、もうちょっと単行本出さないと、2500万きついと思います。<laughs> えー、さっきあの、ゼロ戦ではボロクソを言いましたけども、実は、あのー、平野さんの本はですね、 紙のの単行本とと両方持ってるぐらいファンですからですいや紙で持つだけでは納得できずにいつでも読めるよいのに金ドルで持ってるんですけどもちゃんとあの告げ口した人はそこも告げ口してくださいよ岡田敏夫は先生の方紙と金ドルと両方で持ってるほどのファンだっていう <laughs> いうのもちゃんと言っといて、ね、えー、っとことですので2500万かかるそうですからですねえー、頑張って作ってみてくださいえー、っとまあまあ広島級が6 0 0 六十メートルってことはかなりだ大丈夫だと思うんですけどもただ漫画でそのあのあ核シェルター作ったって言ったら核シェルターってここに書いて「なんとか艇」っていう部分がホワイトあの黒板消してありますよね。 核シェルターがあると分かった時点でその家は狙われるんですよなので、えー、本当に作るんだったら黙って作った方がいいと思いますのでよろしくお願いよろしくお願いしますというのは何だろうな、えー、核戦争が起きた時には僕は平野先生の住所を何が何でも調べていきますからですその時は入れてください合図はゼロ戦ですよろしくお願いしますえー、次です えー、これ出しっぱなしにしときますね。ペンネームたけちゃんさんです。岡田さんの影響で最近アマゾンプライムでアドベンチャータイムを見始めました。ありがとうございます。ポプテピピック同様、見事にはまりました。はい、で、気づいたのですが、岡田さんの潜在意識の中に、萌えではなくて、おもろかわいい的なものが大好きという何かを感じます。あ僕の中にそういうのを感じるんですね。 えー、まだあまりメジャーじゃないものでそういうおもろかわいいもののおすすめがあればこの機会にお披露目していただきたいですということで,ですねあおもろかわいいものというふうに考えたことはなかったんですけどもそういう言葉で意識したことはなかったんですけどもなんかコードが出てきたな。なんか確かにうーんそうですねかわいいものは好きだけどもうん割とねその あんんまりメジャーででないいいもののっていうのが、ね、難しいんですね。とりあえずいろいろ見せてみますからですねあのなぜかわいいかというパターンは皆さんでちょっとあの勝手に考えてみてください、えー、まずですね、まあ、お,おもろかわいいものっていうかです、ね、この本当にメジャーなものなんですけどサンダーバードですよねサンダーバードってメカも好きなんですけどやっぱあの人形が好きなんですよね。 普通の布を縫って作った服を着てでっかいボタンついて無理やり動かして見せるところが好きで。だからその CG で動く、コンピューターの映像で動く、デジタルで動くやつがあんまり好きになれないというのも、その辺で可愛さがないんですよ。で、1号なんですけども、1って書いてるですね。<laughs> この間抜けさがめちゃくちゃ好きなんですよ。なんか、5、4っていうふうにアップになって、最後1がアップになって、ロケットを噴射してドーンって上がるっていうのって、まあ、目が回るほどかっこいいですけども、 明らかに間抜けなないですか。なんか、んそういう隙のある感じがめちゃくちゃいいんですけどもですねであとですねその同じようなこうメカニックの系列で言うとこれは、まあ、あのスピローっていうです、ね、あのベルギーの漫画に出てくるです、ねえーまあ、空飛ぶ車なんですけれどもですねこれはあのコックピットなんですけども足元がこう透明になってて足元が見えるようになってるんですけどもこのねなんかねその 足元が見えるというそのメカニック的な合理性、着陸の時に便利でしょっていう合理性と、横にものすごくでかいプロペラついてるところと、色が真っ赤で目立つっていうね、このなんかね、あのー、乱暴な感じが好きなんですよ。これもね、僕にとってはおもろかわいいっていうんですかね。まあそんな言葉知らなかったですけど、かわいいものなんですよね。足がなんかまっすぐ、あの、下に伸びてて、その足の、 収納庫もちゃんと、ね、それぞれ作ってるところになんかそのバンドデシネと言われるですねそのベルギーフランス系の漫画家のメカが好きな人の意地みたいなのが見えるでここの下のこの部分がですねちゃんとあの回転パトランプになっててですねおそらく着陸の時はこちらクル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 回りながら下の方に注意をこう呼びかけながらこう着陸するんだろうとうこういうのも好きですでまあ同じあとまたメカばっかりで今ちょっとしばらく攻めますけども これあのサンダーバードの会社がですね一番最初に SF もので一番最初にってことは宇宙一番最初宇宙もので作ったです、ね、宇宙船 XL5 っていうです、ね、あの特撮に出てくるロケットなんですけどもなんか全般を見るといわゆる宇宙時代の銀色の,そのロケットなんですよところがこの羽のところだけいきなり黄色と赤で,です,、ね、すごいでかい派手なペインティングしてそこに宇宙船 XL5 ってでかく描いてるんですよ。このなんかその 何でしょうね。現実のロケットだったらこれないんですよ、ね、これもやっぱ同じような銀で攻めるはずなのにここのところがやっぱりどうしてもこう派手なカラーリングしちゃおうというですねなんかこうレーシングマシン的な 面白さですか。でえー、一番さあの先っぽについてる部分が着陸船になっててです、ね、これあのマグネットで外れるようになってるんですけどマグネットで外れてでこれだけが着陸してですね、えー、惑星探検するっていうですねなんかそういうやつなんですけどもこういうなんかこうの何でしょうねイギリス人の手作りメカが好きだから考えるその宇宙船の良さっていうんですかね。なんかあの 日本まあそれにこういう色をあえてつけちゃう青いストライプを入れちゃうとかですねそういうところがですね僕はあ可愛くていいなと思ってるんで,でサンダーバードとかのメカが好きなんですねで後ろの方になってきてそう謎山 UFO 以降のリアルな感じっていうのはリアルはリアルなんですけどもあんまり可愛くないのでですねそんなに好きになれないっていう感じです。あとね やっぱデザイン的に言うとですね「ドラえもん」より「お化けの九太郎」の弟と妹のこの大次郎とピーコの可愛さは何だと思うんですけどもですこれあのよくこの線が描けたなと思うんですけども大次郎シンプルでしょで口がこう本当にこうクッとくの字になってるだけでセリフが化けらっただけなんですよね。で それとわずか多分数年しか違わない。ちょっとしか年上だけのほぼ身長も同じピーコのですね、見た瞬間女だとわかるこの <laughs>、これどう見てもギャグですよ。頭に毛が一本生えて、そこにリボンがついてて、目に何かこうちょっとしたまつげみたいなのがついてるだけなんですけども、とにかくこの両者の圧倒的な可愛さっていうのがですね、ああなんか、藤子 F はいいよなっていうふうに思うんですけど、 <laughs> なんかおばキュうもね可愛いいんですけどでもどうしても藤子 F ・藤女先生っていうと「ドラえもん」に人気がいくかもしくはそのいわゆる短編シリーズの方にいくかつまりファンの人は普通の人は「ドラえもん」に行ってマニアの人はいやいや SF 短編がいいんだよって言ってて、ね、この割とあのメジャーであるべきオバキューを誰も注目してくれないというのが僕寂しくてですね。<laughs> 大次郎とピーコちゃんはすごい可愛くて好きですね。であとねあのこいつですねえっ、ー、とねこれついこの間買ったんですけども「フォールアウトっていうあの PC の ゲームご存知ですかいわゆる、えー、200年か300年後ぐらいのアメリカを舞台にしたです、ね、核戦争のフォールアウトです、ねえー、核廃棄物が落ちてきてるような世界の話なんですけどもそれの中に出てくる自動車なんですよで、えーまあ、ミニカーになってこちゃんとここが開いてです、ね、原子力エンジンが見えたりとかですね、まあ、あんまり大した <laughs> 中身じゃないんであのちゃんとここの部分が開いてです、ね、運転席が見えたりとか。 まあ、なんとなく、あの、車好きな人は、あの、スピットファイヤーみたいというふうに言えばわかるでしょうかね。あ、メッサ・シュミト。メサ・シュミットみたいというふうにわかると思うんですけども、それメッサ・シュミット的なですね、この三輪車の形っていうのをですね、ちゃんとやってるところですね。これもね、やっぱ僕にとってみれば、かっこよくてかわいい感じですね。まあ、鳥山明、本当にそうですね。鳥山明的なメカで、割と好きです。で、あの、同様によいしょ。 あのタンに出てくるです、ね、バスなんですけどこれも本当にあのどこにでもあるようなバスなんですけどもタンタンのおもちゃってやっぱ何が凝ってるのかっていうとですね、えー、中にちゃんとドラマを再現してるところなんですねでこのバスも屋根が外れるようになってですね 中を見るとですね悪者が何か前の人に話しかけてそれをですねタンタンと相棒の船長がですね新聞読んでるふりをしてこうなんだろうなあのに,らに,らにらんでるだか見張ってるというシーンを再現してるんですけどもここら辺あたりでちょっとしたドラマや漫画の中でやってるのをまる再現しようっていうですねそうなんかあのおもちゃ作るのでも形を作っていいよしとするその どうしても日本人が作るおもちゃってそうなりがちなんですけどもことタンタンに関してはですねこあのおもちゃっていうのはフランスベルギー製でありながらここら辺のドラマ作りがすごいね凝縮して入ってて、ね、かなり好きなんですよね。あとはこれかな、まあ、本当にこれあの安物のおもちゃなんですけどもあの上に放り投げたらパラシュートが開いて下にあの小さいグリーンのプラスチックの人形がついてるっていうだけなんですけども。 まあ、そんだけけのおもちゃななんんでですすども、パッケージ可愛くて好きなんです、ね、これパッケージだけ見てるだけでも楽しいと思うんですけどもここら辺のですねかなりレトロな、まあ、わざわざ自分でレトロって宣言してるんですけどもあの書体を作ってですねでわざわざ 1950年代ぐらいかなによくある洗剤とかそういうののパッケージに使われているような事態でそうでありながらこの下はステンシルっていわれる軍隊でよく使われるような書体を使ってパッケージを作ってるところがですねあなんか可愛くていいなと思うんですけどもまああのえー、っとなんでしょう岡田さんが好きな面白かわいいものでっていうのを、えー、紹介してくださいと言われたので一応あの集めてみて話したんですけども。 えーとね、まあ、これもそうなんですよね。そのワールドディズニーが、えー、ディズニーランドで作ったムーンライダーもそうなんですけど、僕はあのメカニックの魅力、SF メカニックの魅力っていうのは義理と人情だと思うんですよ。えー、義理というのは、えー、義はまあ、正義の義ですね。で理は断り、つまり、えー、コンセプトがあってでそれが義です。コンセプトというか正義中心となる軸があって。 理,理屈が通っている断りがあるっていう、えー、メカニックっていうのはこのようにコンセプトがちゃんとあって断りがあると。と同時に人情とつまりそうにはいかないなんていうかな、えー、部分っていうのがあるわけですね。例えばこれだったらですねそんな足なんか開きたくないわけです本当言えば。美しいロケットとしては足閉じたままにしたいんですけどもでも着陸の時にやっぱりあの エンジン部が鼻のように開いて着陸脚を伸ばさないと安定して着陸できないじゃないですか。あ休休憩憩だ。分かりまましした。たたこれが終わっっら休憩します。やったー、えー、なのでどうしてもそのメカニックっていうのはですね全体これだけでスッといけばいいんですけども足が開いて着陸せざるをえないっていうこの人情的なものここのところでは分かってくださいというのがあると。 だコンセプトとしてここにコクピットがあってこの流線形でひたすら流線形で美しくまとまってるんだけどもその代わりこのんだろうなどうしてもそこだけで収まらないものがあるとここら辺のなんか自動車も,なんかも全部そうなんですけどもこういうやつもですねなんかほんといえばここの曲線っていうのは1枚で作りたいんだけどもどうやってもこ,ここら辺になんかあと、えー、で整備しなきゃいけないからこういうふうな仕切りが入ってきちゃうとかですねいろんな部分で人情っていうのかな。 あの見えちゃうだからそこら辺がコンセプトカードとの違いですねコンセプトカーだったらひたすら綺麗に作ればいいんですけどもそこになんかその「スター・ウォーズ」メカっていうのは例えば「X ・ウィング」の「 R2D2 があるところのごちゃごちゃした感じワイ・ y、ウィングファイターでいうところの後半のパイプが外側にむき出しになってる感じですね。スター・ウォーズ言えばァミレニミレニウムファルコンのそのボディの間と間の部分からメカがガーッとまるでなんかこうドラ焼きをグッとした中からあんこがはみ出すようにメカがゴーッとはみ出したような感じっていうのがギリだけで言うと。 全部それを合理的に作りたいんだけども、なんかそこに、あの、いや、そういうわけにいかないんですよというふうに出てきたときに、なんかいいメーカーになる気がするんですけども、そんな感じですね。僕はメーカーを鑑賞しております。ということで、ちょっと休憩する。<laughs> ああ、なんかこんな軽い話題で休憩したら申し訳ないな。あ、だからね、あの、エピソード1公開した時に、 あ、スター・ウォーズメカあのギリと人情で言うと人情部分がなくなっちゃったなって思ったんですねただあれはそのスター・ウォーズって時代を遡った方が銀河,銀河文明銀河教文明の黄金期だからそれはまあツルンとしたメカになるのは仕方がないんだけどもって思っちゃうんですよねであの全部なんだろうミニチュアでなくて CG になるように、えー、してるもんなんでいやこれ今休憩してるんですよもう自分の勝手なことしか言ってないので <laughs> あのエピソード1からの宇宙船って何だろうな着陸客を出す時に内側から折りたたんだみたいな昆虫の足見たいなものをフッと出してでそれのとんがった先だけでこうトンって着陸するようになったんですね。で ミレニアム・ファルコンの時代のもうぶっといぶっ財布の足がドーンと出てくるとかですねもしくはエイリアンに出てくるノストロモ号のなんか太い足が出てきてその先に爪と言われるのがついてそれが惑星の地面にくっつくときにガーッとこう歪んでこう地面を押さえつけるようなあれがやっぱ宇宙船のあるべき着陸客じゃないとなんでそんな何かこう指先みたいなもんでちょんってこう着陸するんだよと <laughs> ああもう義理と人情をわきまえてないメカネザイナーというふうに思っちゃったんですけども。 いやあ、すいませんね。こんな、本当に適当な話をしてて、ここのとこ最近ね、なんか難しい話が多かったんで、えー、今日は本当にひたすらダラダラやりたいと思うんですけど、お、わかる。ありがとうございます。ダグちゃんのせい、そうだよね。ダグちゃんのせいだよね。アイアンマンスーツも僕もあの、なんだろうな。最初のアイアンマンの映画の、 頭に出てくる、冒頭に出てくるめちゃくちゃ不細工なやつが一番好きでんだろうな外側にまだギアとかが見えてるようなでかで最後の方で完成するやつがあだからこうなったんだっていうなんかあの段階の進化が好きなんですけどもアイアンマン2あたりからその歩きながら装着できるというふうになってくるといやもうこれただ単にあの CG の係のおっさんが描いただけじゃんっていうふうになんかアホらしくなってくる感じですかあのちゃんと スーツ作ってねえだろうっていうのがですね見えてくると嫌になっちゃうんですけどもあザクの動力パイプそうなんですよザクの動力パイプあれはやっぱり義理と人情なんですよ、えー、じゃあ次です先週のあ先週のっていうのはだいぶ前のお便りだからですね先週のサピエンス前詞非常に面白かったです、えー、人類は小麦に家畜化されたという言葉を非常に身にしみます身にしみる何でかというと私の家は兼業農家です今は両親が田んぼで、 畑を作っています。私の地域ではちょうど今田植えの時期で我が家もちょうどゼミの週に田植えを行いましたが私自身は会社を辞めず田植えの手伝いをできませんでした、うんんえー、まあ実際は専業農家の人に頼んで田植え機で田植えをしてもらっています稲刈りも同じ人に頼み稲は農協に持っていき乾燥してもらい玄米の状態で袋に詰めたものを農協からもらっています。お 兼業農家だから、もう本当にあの田植えは専業農家,田あの農家ばっかりやってる家の人から田植え機借りてやってで稲刈りする時もです、ね、農協に持って行って乾燥してもらって玄米の状態でもらうそうですね。というのは昔は家に田植え機耕運機稲を買った後の乾燥機など全部ありましたが農家といっても家で食べる分しか面積がなくとても農業だけでは生活できないので機械はもうやめてしまったのです。農業との収入はほぼゼロです。 トラクターとか田植え機とか稲刈り機などの農業機械というのは1台100万200万から1000万以上するようなものでおお高級会社を買うような値段なんですなので買うのは不可能です鉄腕ダッシュのダッシュ村や金スマの一人農業でも田んぼや畑の栽培をしていましたが手で田植えや稲刈,稲刈りなんてはっきりでできませんしかも田植えのあが大変で毎日田んぼに水が入っているかある程度成長したら水を止めるという管理をしないといけません また田んぼに水が通るように、えー、溝を掘る肥料をやる農薬をやる雑草を狩るなど毎日毎日することがありこれを稲刈りまでずっとしなければいけません土地にも時間にも縛り付けられていますまさしく日本人は米に家畜化されたということを実感されてしていますということで,ですねまああのこれですねえー、っとなんだっけ サピエンス前身に出てきた「人類は小麦,小麦に家畜化された」というところで確かに日本の農家は米に家畜化されたというお便りなんですけども,も確かにね国類による家畜化すごいですよねあの狩猟民族こそが、まあ、人類の本質もともとの姿なのにいつまいか人間僕らはですね人類っていうのは本能として農耕民族の血を持ってるっていうふうに思っちゃうじゃないですか。であの回を聞いてくれたた人だったらわかると思うんですけど。 本当はそうじゃないですね。何百万年も私たちの血に刻みつけられてるのは、本来言えば狩猟民族で、農耕民族になったのって、ほんの10万年も言ってないぐらいの昔なのにですね。なんかこう、農耕民族であると思い込まされてると。だから、来年の春に植えるための種もみとか小麦の種を、いくらお腹が空いても食べない。とそういう我慢することっていうことまでですね、何かこう、本能に組み込ませようとしてるわけですね。米とか、あの、穀物、穀物類が。だから、 なんだろう僕らは穀物米とか小麦に「待て」っていうのをこう仕込まれたまあ、犬みたいな存在なわけですね <laughs> 本来なんだろうな狩猟民族の頃は「待て」っていう概念がなかったんですけども「待て」マテっていうことを教えられたとでついにはですねだからどこの民族にもあるですねあの農業とか大地の恵みとか「豊穣を祝う神様」っていうのも 持たた。されてしまったと天皇家なんてもともと稲作とか五穀ですね五穀のですね豊穣を祝う神様のまあ化身なので差し詰めですね農作という大神様に仕える、まあ、現場の代表としての神様が天皇家なんですけどもですねだからそういうものまで考えるとサピエンス全史のですねその家畜化っていうのがいざそれを日本人の僕らに当てはめて考えるとああそれは 田んぼのことになるんだで、えー、農作農業って米っていうのは88と書くから大事にしなきゃいけないんだ。で僕らは天皇っていうのを上に頂い,いて、えー、大和民族と名乗ってるというなんか全てのことがこうスカッと通ってきてですね <laughs> なんかはっきりすると同時になんかちょっと切ないような気分になりますよね。えー、では次です。実は私。 大学、大学院で古典文学を専攻していました。だから高畑さんのかぐエ姫は公開当時からとても興味深かったです。特にこれはすごいと思ったシーンが、え姫が琴を弾くシーン、場面です。岡田さんはえ、姫は異性の前ではスキルが上がるので、沖縄がやってきたら琴を弾きこなせてしまったと解釈してらしたんですが、私は別の解釈をしました。姫が弾いていた琴は、琴は琴でも、金、琴 というですね、古典文学の世界では天,天上の人の末裔であるとか皇族とか要するに特殊な血筋の人でないと弾くことができないある意味幻の楽器みたいなものを弾いてたそうです。で僕らがとだと言われた時にイメージするのは正しくはうというそうです。つまりお琴琴には金とうっていうのがあってそのというのがあって。 金というう元々のことっていうのとといもう僕らほんわゆるあのなんだろう同じ人がやってるこうパン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 ってやってるやつあるじゃないですかあれは何だろうな糸弦の間にあの橋みたいなのがこう入ってってですねそれで音階を調整するやつなんですけどもかぐや姫が弾いてるのが板1枚だけでそれをあぐらが描いた足の上に乗っけてでまっすぐな糸だけが張ってある弦だけが張ってあるやつやるんですけどあれは正しくはえっ、ー、と そでで、普段僕らが目にするあのまあなんだろうなあの女子校とかにあるやつは「宋」っていう同じお言でも2種類あるんですけどもというのとは全く別の楽器なんですだそうです。でこれはあの、えー、高畑さんがなんかあの解説本であの音楽の担当の人のを呼んできたんですけど、まあ、それは後で話します。それを姫がさらりと引きこなしたというのは姫が天女の生まれ変わりだということを暗示する演出だろうと 映画を見ていやーすごいさすが高畑さんと感心するのと同時に王朝文学を大学院まで行って学んできた自分にはかろうじて分かったけれど一般の人には絶対わからないとえげつない演出をするなと映画館でゾッとした思い出があります。本当に高畑さんの映画はえげつないですねそこが割と好きですということだそうです これあのメイキングを僕も読んだ時にあの録音の時にあのミュージシャンの人が来てですね、えー、用意されてたのがウだったさっき言った金とウの層ですねいわゆる現代でも使ってることが置いてあったので,でそれで高畑さんにこれね実は本当は違うんですよという。まあ アニメの監督だから知らないだろうなというふうに思っていったらですね高田さんが「そうなんですよこれは違うんですよね金でなければ」って言ったから「わわすごいなこの監督知ってるんだ」と2人でなんか相談して結局音色としては何が違うのかっていうとあのうっていうのは、まあ、まだ現代にも使伝わっている楽器というのは音が響きすぎるなりすぎるそうなんですね。それに比べてそのかぐや姫が使った時代の金というのはもっとくぐもった音だ。 なのでしょうがないから弦の下にタオルを何枚か引いてそれで音があんまり反響しないようにしてあのかぐや姫が琴を鳴らすシーンというのを作ったそうなんですけどもです、ね、なんかそれをちょっと思い出して本当にすごいなあのおっさんっていうふうに思いましたよいしょいやーねたあの高畑アニメに関してはね本当に研究すればする,するだけ 深みがあるん,ですよでなんだろうなあの本当にあの今のアニメの作り方というか映画の作り方多分小説も漫画もそうなんですけども極化してるんですね。つまり「高畑さんっぽい」って言ってもいいんでしょうか「分かる人にはわかる」っていうです、ね、深みっていうのをずっと作っといてで作者もですね まあ、ついてこれる人だけついてきてくればいいよと初心者はここでわかるようにしてるんだけどももうちょっと多く分かる人のためにここまで一応考えてるよっていう作り方ですね。あの意外に、進撃の巨人とか、そういう作り方してるんですよあとあのなんだろうなえー、っと「絶望のネバーランド」もそうかなもう、まあ「ハンター×ハンター」なんかもそうなんですけどそういう作り方をする漫画とでそうじゃなくてうん 漫画とかアニメとかの役割というのはとにかくわかりやすくあのテーマとかそういうふうなものはできるだけもうセリフにするしわ、えー、かりやすくわかりやすくとりあえず広げて広げて作ってできるだけたくさんの人にわかってもらおうという作り方かまあやっぱどちらかなんですね。で映画作家っていうのはやっぱりそのどちらかっていうと前者のタイプのわ、あのー、かる人には分かればいいっていうふうにしがちなんですけども。 テレビドラマって逆なんですよ。テレビドラマってとりあえず見てる人全員が分かってほしい分かってほしいという文法で作るんですね。なので結果としてテレビでやってる活躍してる人が映画を撮るとほぼ失敗するんですね。それはもうあの僕も好きなですね、えー、テレビの人たちであってもですねそれはもうなんだろうなほとんど例外なくと言ってもいいぐらい テレビであんなにイケてた人がなんで映画を作ると面白くないというかあんなに深みがないのかっていうとテレビが本質的に持っているすべて明らかにして分かるようにしてその分かるものの連続で何話も何話も話数があるからゆっくり見せていこうと、まあ、真田丸もそういう作り方ですよねそういうふうなやり方がこと映画に来ちゃうといやそれは含みがなくて面白くないなと、まあ、工藤官九郎にしても何にしても とりあえず僕がテレビで好きな人っていうのは全員映画に行くとダメなんですけど、そこら辺がね、原因じゃないかというふうに思ってしまいますし、また、高畑勲に関してはですね、その、なんだろうな、映画はやりすぎなんですよ。だからテレビで、あの、赤毛のアンとか、アルプスの少女ハイジとか、母を立ててサン々でやった時はドンピシャなんですよ。高畑ボリュームっていうの それが映画になるともうカルピスの現役状態でですねいや高畑さんそこまでしといて作っ,っといて「かぐや姫の物語」ってお話なんかクソつまんないですよっていうふうに思っちゃうんですけどもですねだからなんかねそのお互いのホームポジションというのがあるんでしょうねって思うんですけども。 えー、すいません言っちゃったというかいや高畑さんの「蛍の墓」にしても何でしょうねあの「カ壁祐」の問題にしてもストーリーは絶対に弱いんですよ。ストーリーリ絶対に弱いけどもそれは。 それをテレビシリーズに持ってくるとストーリーが弱くても何話も何話も使えるから例えば母を訪ねて三千里って、行ってしまえばイタリアのジェノバの少年10歳,10歳にもなっていないような少年のマルコがお母さんが好きで大好きで一生懸命海渡ってアルゼンチンまで行ってさんざん苦労してお母さんに会えたっていうだけの話なんですよ。 だから、これをですねそのテレビで50回に分けてやったらどうなるのかっていうとものすすごいことになるわけですね。本来それに向いてる作家なのが2時間かけてその1年かけてテレビシリーズを使うような情熱を1つの2時間ぐらいの枠の中にずっと入れてやっちゃうと沼みたいな作品ができちゃうんですよ、ね。<laughs> なのでやっぱあの正直言って僕は高畑さんはテレビの作家であったと思うし宮崎駿はその「 テレビでも映画でもどちらでもいけるちょっとね、稀有な才能を持ってたというふうには思ってます。えー、私は37歳会社員です。彼女いない歴イコール年齢のオタクの男性です。あ、37歳でずっと彼女がいないオタクの男性です。ファーストガンダムとエヴァンゲリオンとゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルドが好きです、まあ。いい趣味をされています <laughs>、えー。最近考えてることがありまして、オタク機質というのは、 いくつかの要素に分解できるのではないかということです。オタク気質というのはいくつかの要素に分解できる。私が認識しているのは以下の3要素です。A、学者タイプ。えー、知的好奇心で動いていろいろなことを調べます。既にあるものに対してもそのまま受け,と受け入れようとせず思考することができて自分なりに仮説を立てたり、よりベターベストな案を提示することができる。これが A、学者タイプ。B、えー、承認欲求タイプ。 オタク騎士って得た知識や思考力、特技など、他人からの評価を得るための、自分へのハクつけをするために利用する。人から認められたいタイプと。と自らの承認欲求を満たすために、コンテンツを利用する。これが B。C。依存タイプ。他人の作ったコンテンツに没入する。既にあるものに対し、無批判に受け入れる。と現実社会の自らの辛い現実から目を背けるために、コンテンツを利用する。 こういう3タイプがあって、実際には個々人の中でこの3つが混在していると。シチュエーションによっても変化するのではないかと考えています。これはあの37歳の、えー、彼女いない歴イコール年齢のお宅の会社員の方の意見ですよ。今ずっと僕が言ってるの、えー。私自身の割合としては、この人ですね。コンテンツに依存しやすいと思っており、割合にすると A、学者 20%B、承認欲求 35%C、C 依存45%くらいかなと思ってますですねまあ私としてはオタクとしての人生を全うするにあたって BC は邪道であり純粋な探求心 A タイプの気質が弱い自分は駄目だと考えています。さて、ここでで相談です。 こ,こから、相談になるわけですね。岡田先生はご自分の中での ABC の割合はどのように認識されていますかまた B や C の気質を克服して A の気質を伸ばすにはどのように考え行動したらよいと思いますかということでですねちょっとあの分かりにくいんでえー、っと図解にしてみましたですねえー、オタク基質の仮説,仮説です彼の仮説ですえー、こういう場合ですねはあの考える時にはですねまず すべて、まあ彼の言う通りである仮説をまず一応全部受け取って受け入れて話を進めると。このような気質に分解できるとして、えー、どうなるか。 ね、A、学者タイプですねすべ、えー、て、えー、知的好奇心で動いていろんなことを調べようとするすでにあるものを受け入れるのではなくて、えー、自分で仮説を立てる B、承認欲求タイプですね、えー、オタクで得た知識や思考力特技を他人からの評価に利用する箔をつけたいために利用する C、依存タイプ他人が作ったコンテンツに没入すると。で 相談してきてる人はここに書いてる通り3桁の数字です桁というか三つの数字203545の割合だそうですえー、じゃあですねあの皆さんの場合どうなんでしょうこれ放送を今見てる人は、えー、3つの数字でやるとですねどういうふうになりますかそれぞれ自分のやつをですねまあ合計100になるようにちょっと書いてみましょうかオタク棋士の方 50,50,0。おお、すげえな。70,25,5。30,70,0。おー、C が割と少ない人が。0,0,100。もう、<laughs> 依存、依存、依存ですね。30,10、60,70,30,0。10、10、80,5、5、90。B のみ100って。<laughs> 1、3、9。<laughs> はい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 。80,10、10。はいはいはい。ありがとうございます。えー、で、この人は、B や C が多いのが、 なんかあまり良くなくてですね A が多いのがいいどうすればもっと A が多くなれるでしょうかというふうなことで聞かれてるんですけどもあの僕自身をですね岡田斗司夫はこうだよというふうにやってみたのがこれです、えー、C90B9A1 <laughs> <laughs> ぐらいなんですよまあ、えー、まあね多分 あの、ほとんど、時間潰しとか、現実逃避とかですね。<laughs> なんか、そのためになんかアニメとか、なんかこう、漫画とかそういうのをダラダラ,ダラと見てるんですけども、大体10個に1個ぐらい、あれちょっとこれ面白いんじゃねえのとか、ちょっとこれ調べてみようっていうのが、10個に1個ぐらいあるんですよ。で、その10個に1個の中の、さらに10個に1個ぐらいが、ニコ生で話すネタになるような感じなんでですね。なんかその、 いつも読んでるとか見てるものの中で100個に1個ぐらいネタになればいいなっていうのがなんかこう僕のリアルな感じなんですけどねだからそんなもんね10個インプットしたものが2個とか3個とか使えるなんてそんな大儲けなことはありはしね膨大に無駄なものを見たり無駄なものというのは変なんですけどだって僕なんか今あのもう 15年も前に読んだ SF 小説をもう一回読んで浸ってるんです。15年も前に読んだ銀河の表しシーフォートシリーズっていうですね。なんかもう、あの、不女子の皆さんがよ喜びそうな表紙がついているですね。なんか、なんか面白いんだけど、どうでもいいような SF シリーズなんですけど、それを読んでる時って、うん、俺これ好きだったわ。主人公のこういうとこ好きだわ。ということで、 早く何人もですね。こう勉強にならないと、今ここでネタにする時もですね。これネタにするために言ってるだけで,です、ね。おそらく将来にわたって。僕はここで銀河の表しフォトシリーズっていうのをフリップにして語ることはもうまずないんですよ。だから承認欲求にもならないし、私的好奇心もあるわけではないような話なんですけど、そういうのが膨大にそう。私服なんですよ。そういう楽しい時間が山のようにあって、その山のようなものだからちょっとこれ勉強になるなっていうのが本当にたまに。 ってその中で初めてああニコ生で話せるようなネタになるなというのが100個に1個ぐらい出てくるような感じなんで僕としてはこれがリアルなんですよね。でこれあのビジネスマンで言うとですねこの A っていうのがインプットに当たると思いますで B がアウトプットに当たると思うんですよ。だからあのー、なんだろうな本当に言えばインプットうーんするものがですね あ,のあ,あ,ああ、そうかこれ俺逆なんだごめんなさいえー、っと人前で話せるものがよいしょ B でしたねごめんなさいごめんなさい混乱してたあのだからこの A がインプットに当たってですねで、えー、ああ逆でいいんだ B がアウトプットになるんですけどもこの大事なのはこの逃避というか膨大な準備だと思うんですすみませんこれ逆じゃなかったです <laughs> 本当に自分でも何を言ってんのやらすみませんすみません落ち着こうえー といういうになっててです、ねあの、C は逃避のためというふうに思いながらひたすら漫画とか読んでると徐々に気になることができてきて漫画読むのを合間に調べたりするとこれで、まあ、僕はいいと思うので,です、ねあのー、相談してきたです、ね、37歳のです、ね、彼女いない歴の方はです、ね、あんまりあの B、C がいけなくて A を増やすことが正しいことだっていうふうに考えない方がいいと思うんですよね。あの僕みたいに いわゆる、人に話す承認欲求みたいなものを自分で職業にしている特殊な職業な人間ですらですねだから C がほとんどで構わないと思うんですけどもこれあのグルメで考えるとですね、えーこの A っていうやつは例えば、料理の原理を探ったりです、ね、その料理を実際に作ってみたり改良したりだと思うんですねで B っていうのはおいしいものを語ったりですねあとは食べログで採点したりだと思いますで C はただ単にストレス解消のためにおいしいものを食べたりですねなんか食べたら食べたら美味しかったで終わりってことなんだと思うんですけども本当はこれぐらいで十分でしょあの どんなに食べ物が好きな人でもグルメな人でもですねその食べるものの9割はただ単に栄養補給であったりストレス解消であったり美味しいからという理由だけで十分でそのうち10個に1つぐらいがあ何だろうという気づきみたいなものがあればよくてさらにその中の10分の1ぐらいが自分で自分の家の台所で再現できりゃいいし何だろうなあの新しくメニューをその上にレシピをかぶせて改良するのでいいと思うんですけども なんかあのそれでいいと思うんですよ。で彼のですね。踏み外したポイントすいません。ここからは見てる方には申しあのお便り出してくれる人には申し訳ないけど、37歳君のですね、えー、踏み外したポイントっていうのはですね。オタクは以下の3つの要素でできた。abc これはねオッケーなんですよ。これは反論あるかもわかんないけど、この仮説自体はオッケーです。でも、その上にこの3つの要素の中で1つだけが大事だっていう。 これは仮説じゃないんですね、価値判断なんですよ、あの仮説と価値判断は別なんですね。何か仮説を立てる時っていうのは、価値判断を入れずに立てた方がいい。何か三つの要素に分解できる、することができるっていう。これは、いわゆる、価値を含んでない。例えば、ええー、狼はネズミを食べる、ネズミは穀物を食べるこういう食物連鎖がある。これ、仮説なんですね。 オオカミはネズミを食べてしまうから邪悪だっていうんですよ。それら食物連鎖の中で等しくポジションがあって価値があるっていうのが学術的な考えの基礎になるものであって仮説を立てるときにそこに価値判断としてだから3つのタイプがあってもっと A を増やさなきゃいけない B とか C は邪道であるっていうふうに思っちゃうと 自分が立てた仮説を宗教化することになっちゃうんでですね、あんまりそれはですね、やらない方がいいと思います。これは本当に、あの、かなり頭が良くて慣れてる人でも、すごく落ち込みがちなですね、パターンですから、ちょっとこれだけあの覚えておいてくださればいいと思います。えー、ということでですね、次はあの、電子書籍の話になるんですけども、えー、45分過ぎたのでですね、<laughs> まだね、やべえな。<laughs> <laughs> ちょっと延長しますね <laughs>、えー、しまったな。休憩とかやってるから <laughs> レジュメが進んでねえやそうだよねまだここまでだせめて吉本坂の前までチェック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  まだここですよ後半のねなんかね「あの <laughs> 銀河遊伝説」とかですね「<laughs> 親が熱心な信者」とかですね「<laughs> 子供を産むのは残酷な行為ではないですか」っていうのが割と重たいのに <laughs> こんなに時間とってるな <laughs> ちょっと伸ばします、えー。電子書籍が販売されてますが電子書籍は印刷代紙代流通費用などがかからないのに書籍版と値段が同じなのはどうしたのでしょうか教えてください。 これは本当によくある質問で過去にも多分似たような質問を2年に1回ぐらいやっていると思いますでまあまあまあじゃあ,あのフラットに話しますね正直な話をすると電子書籍っていうのはですね紙の本に多分比べてそれはあのもちろん電子化するためにも編集さんは必要でとかいろんな事情があるんですけれどもどう考えても3分の1ぐらいの値段にはできると。でもそれをやると 紙の本の値段が3倍になっちゃうとというジレンマがあるんですね。漫画の単行本でいうと、今500円で売っている漫画は本来電子にしたらですね、電子書籍にしたら200円ぐらいがリーズナブルな値段なんです。2 0円ぐらいで。でも、えー、それをするとですね、えー、少年ジャンプの単行本電子版は200円、その代わり紙版は2000円ということになっちゃう。 3分の1になるのと3倍になるので,です、ね、ほぼ10倍ぐらいの差がついちゃうんですね。でそうなってですね紙と電子で10倍の差がついちゃうとどうなるのかっていうとですねまあ絶対に日本人の書店がほとんど潰れるんですよ。でまあこれで大丈夫ですかって話なんですけども、えー、大体の人はですねこういう話をするといや、だったらもうそれでいいよと。 いやもうあの思い切って電子書籍にしようと思ってた家の中が本で溢れてるって人もいるでしょうしいやもうもともと3分の1の値段にできるんだったらさっさとしてくれっていう人も多いと思うんですねで俺の近所ではもう本屋も潰れたからまあ何も考えることがないとか <laughs> どうせ俺紙の本も Amazon で買ってるから近所の書店は潰れてるよっていろんな意見があると思うんですけどもここからが理論展開していきます。あの 絶対に書店が潰れるけどそれで大丈夫かっていうのは、えーとね、これはですねその電子書籍で、まあ、読めればいいでそれでも紙で買いたいようなお金を持ってる人は買いたい人だけは買えればいいっていうのは、まあ、いわゆるホリエモン的な理屈なんですね。ホリエモンっていう人自体僕はあの好きか嫌いかで言うと好きなんですけどもホリエモンがよく使う理屈なんですよ。でこれね あの何が危険かって言ったら、えー、買いたい人が買えばいい別に本屋は潰れるようなところは潰れればいいっていうふうにやってスタートさせると本屋というものはですね多分潰れたらもう戻れなくなるんですね書店がほとんど潰れたら実は社会がどうなるのかです、ね、僕らの社会がどうなるのか分かってないんですよあの欲しい本は手に入れやすくなると思います欲しい本というのは手に入れやすくなるんだって 値段が安くなるんだからでもどの本が欲しい果たして私はどんな本が欲しいんだろうとか僕が欲しくない本には何が書いてあるんだろうっていうのがどん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 分かりにくくなるんですね。僕らは知的好奇心っていうのを持っていうのはその好奇心っていうのをある程度満たせる環境があってのことなので。 全てのものがこれが欲しい検索した見つけた安く買えるというところではですねどん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 自分が関心があるところの部分しか見えなくなってきてその周りがどん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 盲点のようにぼやけてくるとこれは別に何だろ書籍に限ったことではなくてネットワーク社会のまあ弊害みたいによく言われてるんですけどもでこれをやるとどういうふうになっちゃうのかっていうと内田達さんがですねその効率化によって でですねえー、効率化だけで考える組織よりは弱者を救える組織弱者を含める組織の方が長生きでいるというふうに前からおっしゃってるんですね。で僕はと内田達郎さんとのなんかこう対談本でちょっと言い合いになったんですけども例えばその内田さんは大学を残すべきだと。 だろうな補助金を与えるだけではないんだけども市民全体が大学を残さなきゃいけないと考えて残すべきだと自然競争でやったらこれ大学潰れちゃうって言うんですけども僕はもういや自然競争で潰れるような大学はもう潰していいんじゃないですかと言って内田さんにすごい怒られたその時のセリフが「その効率化より弱者を残しているような組織の方が絶対に生き残る」っていうふうに言われたんですけどもあの僕はその時考えたのは。 日本にはもう大学といううものを維持するような,余裕,がないと余裕がないところで無理やり残したら結局大学に楽々行けるぐらいお金がある人が大学に行くだけであって内田さんが考えている知的な環境というのは一度崩れたら崩れていくっていうのの助けに何にもならない。だから 知的な環境というのを構成している中で大学という面積を取ってで文科省の予算を山ほど使うこいつをまず潰してで図書館の中に自由セミナーみたいなものをいっぱい作るところぐらいしかやり立て直しはできないっていうふうに言って、まあ、大激論になってです、ね、そこのところバッサリカットされたんですけどもですね。なんかその この社会がその書店を維持する本屋さんを維持するだけの余裕までなくなれば多分本屋さんっていうのはなくなっちゃうんですよ今の話の中で。すると書籍っていうのはお金持ちだけの娯楽になっちゃう。で,で貧乏人っていうのはそんな不便なもの何で欲しいのとだって2,000円もして紙だからすぐなくなったりしてでどこにでも持っていけるわけじゃなくて家に置いてあったら外で読めないと。 なんでそんな紙の本みたいな不便なものが欲しいのというふうに貧乏に思うようになって、で、金持ちは金持ちで、いや、紙の本はいいけど、高いけどいいけどねっていうふうになると。お互いの文化が理解できなくなると。これが階級化なんですよ。あの、階級化っていうのは何かというと貧富の差があることじゃないんですよ。貧富の差というのが固定化されて、金持ちは貧乏人の気持ちがわからなくなる。貧乏人は金持ちの 何,だろうな何がうしいかというか理解できなくなるっていうのが階級感なんですね。だからその本屋に限ったことはないんでしょうけれども本っていうのをです、ね、じゃあ電子化すれば本のコストは漫画のコストは3分の1になるそのり紙の本は3倍になるっていうのは徐々に徐々にこの本は紙でしか出ないこの本は電子でしか出ないというような 仕切りがどん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 生まれていって僕らの世界の中で今日本っていうのはかろうじて一つの文化っていうのをなんとかそれお互いパリピだとかオタクだとかリアジだと言いながらも実は心の底で何が面白いのかどっか分かっている。 この世界が全て崩れていってあの中世ヨーロッパの野蛮な世界のように俺中世ヨーロッパは野蛮っていうのはですねあいつらが金持ちと貧乏人っていう階級にはっきりと分かれてお互いが理解できなくなってたからなんですよ。日本の中世といわれるですね江戸時代ですね室町から江戸っていうのは実は庶民であろうと百姓であろうと武士であろうと大体ですね同じものを面白がるって喜ぶっていうですねすごいなんかね いいフラットな文化圏を持っていたです。めちゃくちゃ豊かな民族なので、それを失っちゃうのはもったいねえなと思って、僕も実は、そのホリエモンに賛成するところがかなりあるんでですね、いやもう本の値、ね、段3分の1にして全部電子で出してほしいよって思いながらも、それやっちゃうと本文化っていうのは完全になくなっちゃうんだなと。うわー、なんか家族の中でやっぱり障害者っていうのがいたら、それを切り捨てるんじゃなくて、 なんかそれを一緒に生きていくことで何かがあるのと同じように、なんかここら辺は負担として抱えるしかないんじゃないかなというふうにちょっと思っています。えー、すいませんね、めんどくさい、難しい話をして。 はい、お疲れ様でした。えー、じゃあ、あの、アップグレード情報なんですけども、まあ、あの、最近ついでに、あの、ハマってる可愛いものをお話したいと思います。まず、あの、土偶を読むっていう本が出たんですけども、えー、縄文時代の土偶っていうのはあれ何だったのかと。まあ、あの、岡本太郎のですね、アート説。つまり、あれは縄文時代の縄文人たちのアートなんだっていう説もある、あるかと思えば、いや、あれは、あの、豊条な大地の女神とかをかたどったやつだとか、いろんな説あるんですけども、割とね、 あの、世界中で見つかってる、なんだろうな、その石器時代の像ですね、のもの,ものとしては、もしくは狩猟時代の像としては、不自然なあの解釈が多かったんですよ。ところが、このド具をの中で書かれているのはですね、特定の食物、穀物ですね、穀物の形がわかるように人体化したものだと。で、その、 穀物の人体化っていうのは実は世界中のいろんな民族がやってるんだけども、その土偶っていうのはたまたまそういうふうに見る研究が進んでなかったので、えー、これまでですね、土偶に関して、あれはあの、冷えとかあの泡とかそういったよう点の植物がですね、ちゃんとこの特徴がこの目の辺とかここら辺のラインに現れてるらしいんですけど、 そういうのがですね、これまで一切研究として帰り見られてこなかったと。で、こういう変な形の土偶に関してですね、この作者の竹倉さんは、いや、これ簡単だよと。この時代の、あの、主な穀物だったら植物だったんだよっていうふうなことでですね、縄文人のですね、農作からですね、まあそこら辺もですね、いろいろまあ、 あの、古代史のタブに触れてるのかもわかんないですけども、まあまあ、紐解いていくと、ほんとですね、やたら面白くてですね、ちょっと土偶買ってみると土偶の可愛らしさにハマりですね、そうするとこのゼルダのこいつもですね、だん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 こう可愛く見えてくるてですね、そういう可愛い連鎖が起きてきてるので、まあ、最近可愛いものとしてはまず一つ目、土偶いいよねっていうのにちょっとハマってます、えー。次の可愛いもの、最近ハマってる可愛いものはですね、まあ、レゴなんですよ。 えー、僕はあの、なんだろうな、ミニオンシリーズっていうユニバーサルの例の,の CG のアニメですね。全く見てないんですよねで。全く見てないから、こいつを見ても可愛いとも何とも思わなかったんですけども、レゴで発売されたこのミニオン。これね、実はミニオンではなくて、ミニオンが登場しているロボットなんですね。乗っかってる。で、こういうふうになっててですね、この,この中にですね、ミニオンくんがいて、で、えー、彼が操縦してるですね、ロボットだという設定になってるんですけども、 あまりに可愛いじゃないですか <laughs>。で、おお、これは可愛いぞと思ってですね、大喜びで買ってしまいました。まあ、こういうですね、もともとあの、黄色いものが好きなんですけども、こう、ロボットにするっていうのはね、いいなと思ってですね、レゴでこれを買ってしまいました。これもあの、最近ハマってます。え次にあの、紹介する可愛いものはですね、室外機です。 あ、これね、ガシャポンで出てるんです。この室外機って、あの、え知り合いのですね、荒木さんっていうですね、あの、造形作家の方があの、まあ、超絶成功なディオラマで有名な方なんですけど、荒木さんがですね、自分でプロデュースした東芝、元あの、東芝のですね、デザイナーだった方なんですね、東芝に自分で交渉してやった、まあ、あの、し なんだろうなこれ、室外機なんですけど、エアコンの室外機なんですけども、これをですね、こういうふうに重ねたりしてですね、ただ単にその板の上に貼っていくだけで、あら不思議、ビルの裏ができるっていうですね、なかなかいいやつで。で、これも2種類あってですね、このコンクリートのブロックに乗っかってるだけのやつと、専用の枠に乗っかってて、裏に磁石がついてて、冷蔵庫にバンバン貼れるようになったりしてるんですねで。これもあの、ウェザリングなんかしてですね、重ねていくとですね、あっという間に小汚い雑居ビルの裏ができてる。 かわいいっていうやつです。はい。あの、次のかわいいものはですね。あの、手ぐいってかわいいじゃないですか。日本のね、手ぬぐいって割とかわいくて、まあ、これは狼少年剣とかですね、ジャリンコチエっていうですね、あの、東映のアニメの手ぬぐいなんですけど、こういうかわいいのはよく見ると。で日本人かわいいの好きだなって思うんですけども、海外にもかわいい手ぐいがあってですね、それ何かっていうと、ディッシュウォッシャーというかですね、あの、いわゆる皿を拭くための布なんですね。で、これあの、 あの、アメリカで買ってきたんですけども、わけのわからないですね、金太郎のですね、ワニ退治っていうですね、そんなもんねえわっていうです、ね、やつがですね、こう、リシュウォッシャーですねお、お皿を拭くですね、あの、布巾になってるんですけども、あ、これ可愛いなぁと思ってですね、やはりあの、万国共通でですね、中の台所にある布物って可愛いプリントするもんだなと思って、ちょっとこれもハマってます。えー、次にですね、僕があの、ハマってる可愛いものは、 あの、鉛筆削りですね。ええー、これあの雑貨屋さんの中に行くと時々見るじゃないですか。つまりこうお尻からですね、鉛筆差し込んでグリ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 回してですね、削る鉛筆削りなんですけども、まあこいつは馬車ですよね。馬車、タイプライター、で、B52 爆撃っていうですね、まあわけのわからない組み合わせなんですけども、あんまりその、 鉛筆削りっぽくないものが好きなんですね。あとこの真鍮の色っぽくまあ塗装してあるんですけども、まあここら辺の塗装がですね、うまくできているものとかもですね、意味なく買ってしまうから、うちなんか、うちにある多分鉛筆の数より鉛筆削りの数の方が多いというですね、ちょっと末期的な状況になってます。これもハマってます。えー、最近ハマっているものですね。もうこれね、昔からあの、好きなんですけど、家のミニチュア好きなんですよ。本当にね、 ちっちゃい家のミニチュアが好きで好きで、で、この二つ、これ、このシリーズ他にもいっぱい持ってるんですけれども、あの、な、おしゃれ雑貨屋のフランフランで見つけたんですよね。フランフランで売ってて、で、こう、裏返すとですね、ここにあの、ちょっと物入れるとかって、ここの中に小さいろうそくとかですね、もしくはろうそく型の LED ライトを入れることができてですね。で、こう、やて、 並べて光らせると窓の明かりが漏れてくるですね。なかなかこう可愛い雑貨なんですね。で、こっちはですね、こう同じくあの家のミニチュアシリーズですね。えバンダイが出してたですね、あの僕の街シリーズというやつなんですね。で、これはあのまあ風呂屋なんですけども、こいつのミニチュア何がいいのかって、ミニチュアの出来自体はそんなに良くないんですよ。ただ、こう裏返すとですね、中身がわかるっていうやつですね。で、男湯と女湯シリーズがあって、これは男湯シリーズだから、こう男の子のですね、お尻がちょっと見えてるところも可愛い。 これね、あの、出来は悪いけど可愛いっていうですね、やつですね。で、出来が良い,い,い,いのはですね、この,あの三 k ミニチュアアートっていうですね、ペーパートイの精密なものを発売、あの、売ってるところなんですけども、これあの、1000円とか2000円くらいのシリーズの民家ってやつですね。もともとは多分この Z ゲージとかに合わせてのですね、ミニチュアの家だと思います。N ゲージかな僕そこら辺ね、あまり鉄道のゲージがよくわかんないんで適当に買ってるんですけど、あの、 紙で組み立てるんですけど、紙がもうレーザーカットされてるんですね。すごく組み立てやすいんですね。なのにこの精密感ってことですね。ああ、見てて飽きないとか作ってたらね、癒されるんですね。癒されるけど目が疲れるというですね、困ったものです。えー、以上こんな感じで,ですね。岡田敏夫がですね、最近ハマってるですね。可愛いものですね。最近こんなものにハマってますという話でした。えー、さてですね、今日見てもらった動画のですね、限定部分を含めた全長版はですね、有料会員のみの配信になります。 <laughs> いきなりここからですね、通常進行になるんですけど、現代部分でどんな配信、話してるのかというと、まあ、引き続き Q&A ですね、あの、親が宗教の熱心な信者ですといった相談に答えたりですね、あと、銀河英雄伝説に、という作品についてかなりまあ、シンプルに解説しています。えー、続きが見たい方はですね、公式のお方としてはアーカイブかですね、ブロマガのですね、えー、ブロマガチャンネルです、ね。あとは YouTube のメンバーシップ、どれでも結構ですから参加してご覧になってください。